ドミトリー・アレクサンドロビチ・バシキーロフは、ロシアのピアニスト、教授。娘は、ピアニストのエレーナ・バシキーロワ。グルジア・チフリス出身。アナスタシア・ビル・サラーゼに支持した後、モスクワ音楽院にて、アレクサンドル・ゴリデン・ベイゼルに支持。1955年開催のロン・ティボー、国際コンクールピアノ部門にて最高位。以後、第一線のピアニストとして活躍し、 1968年にロシア功労芸術家の称号、1990年にロシア人民芸術家の称号を得ている。その他の栄誉としては、ドイツのツビッカウシから、シューマン賞、マドリード自治大学から名誉メダルを贈られている。長らく、モスクワ音楽院で教鞭を取った後、スペインのソフィアオフィコー音楽院の教授職につき、 欧州を中心に教育活動を続けている。著名な弟子には、団体村、アルカーディ・ボロドス、デニス古ヒ品などがいる。長年の教育経験を買われて、彼は1995年、1998年、2002年のサンタンデールで開催されたパロマオシェイ国際ピアノコンクールを含む主要なコンクールの審査員を務めた。コンクールソインテルナショナルでピアノで、 サンタンデールパルマ OC、ありがとうございます。